さん、お疲れ様んご。これからサーロンの配信見といてください。何か食べるって正解、よくわかったね。食べますけどね、その困ってる、めっちゃ困っちゃう。もうさ、食べるものがない、食べるものがない、違う、食べ物がないんじゃなくて、あれがない。なんていう、お箸とかカトラリーとか、カトラリーなんだっけ、フォークがない、箸もない。どうしよう、食器、いや食器はいらんけど、絶対食べるね。何か棒が必要。まあとりあえず今日の夜ご飯は、今日の夜ご飯っていうか、そうですね、今日の夜ご飯は何でしょう。ちなみに今から、あ違う、ちなみに今からフルーツ食べるっちゃけど、今から食べるフルーツ何でしょう。そう、でもフルーツやから手でも食べれるけど、なんか欲しいよね。何で食べれるかな。マンゴー、ブー、そう、メロン、ブブー、あ、メロン食べたいね。パイナップル、ブブー、ないと思う、なし、ブブ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 ブ、何で食べよう、何で食べようかな。あっ、正解見っけ。サノンが戻ってきたら正解が書かれてた。ドラゴン、ドラゴンフルーツ、リンゴ、キウイ、ドリアン、オレンジ、違う、フィレットさん正解、柿。ね、これどうやって食べればいいと、めっちゃリアル。柿、柿、柿がね、柿が400円で売られてて、高いやん、普通にめっちゃ高いやん。でもね、ちょうどね、半額のシールがついたんです。ということで、なんだこれ、カットフルーツ柿、愛知県の柿だって。愛知県の柿らしい。次郎柿、市長次郎柿、そう、198円か9円で買えた。あ、硬い柿かな、確かに、かぶりつく。おー、多分普通の固めの柿。サーモン、そう、柿大好きなんですね。高いやつ、え、次郎柿って高いと、あ、だから400円もするんですかね。なんかね、795g 入っちゃうらしい。次郎柿、あ、そうリボンちゃんの書いてる、リボンさんの書いてる次郎柿、それ。じゃじゃーん、めっちゃ美味しそうなんですけど。1年ぶりの柿、これ夢、次郎柿夢、めっちゃ入ってるよね。だからこれでお腹いっぱいになるよ。ぶどう買うかも言ったんですけど、そんなぶどう食べれないことに気づいて、シャインマスカットなら食べれるんですけど、そう、あの緑の方なら食べる、緑の方なら食べれるんですけど、今紫の方はちょっとなので。本当は好きですよ、硬いのと柔らかいのどっちが好き。あー、柿、柿ね、どねえさんは渋柿も好きやったよね。でもこっちかも、うん、渋柿も好き。でもそう、でもこれ200円だから、みんな本当は400円だけど半額になったんですよ。もうシール捨てちゃったけど、あ、捨ててもないな、
よくあるシール、半額シール。高級な口違うのよ、違うの。今の味覚と嗅覚でそうなるの。うん、でもなんかそのそう思う、なんかうん、そうかもね。なんか困っちゃうよね。よし、1983さん、かわいい、ありがとう。え、そう、なんか最近そうめっちゃ迷惑なんですよね。あのそう、なんか同じものがあってもさ、なんか高い方と安い方あるやん。そう、なんかお高めの方がは食べれて、安めの方は食べれないとか、今めちゃくちゃ好きなのにそうなっちゃったりするから、なんかそう変ですよね。柿はカロテン、 B カロテン、なんて読むとこれ、はじめクリプトキサンチンなどのカロテイド、ビタミン C を多く、あ、ビタミン C やっちゃう、へー、そう、うん、柿やったら割引でも熟してそうで美味しそう。確かに。しかもね、これ最後の1個やった。他はなんかブドウとかパイナップルが売ってました。でもさ、あのどっちも好きだけど今どっちも食べれないので柿にしました。ということで、これはどうやって食べたらいいんでしょうか。どうやって食べたらいい、どうやって食べたらいい、本気で聞いてる。どうやって食べたらいいんですか、これ。お手拭き持ってくれば手で食べてもいい？そんなこともないよ。お手拭きちゃんは、え、そういうのお手拭き持ってるよね。よし、お手拭き手で行くしかないか。じゃあごめんなさい、手でいただきます。あ、確かに手洗いに行ってもいいね。俺が今日柿食べたからサラマンも仲間になってくれたやろ。うん、そうと思う。えー、すごい、柿食べたと好き。もう柿嫌いっていう人、柿嫌いっていう人おるよね。ん、柿嫌いっていう人おるよね。え、違う、割り箸ね、本当は持ち歩いてるっちゃけど、でも今回のキャリーバッグちっちゃいのでそっちに入ってなかった。うん、それではいただきます。手で食べていいの本当に。あ、待って、滑る、これやばい。しっかりめ。ねえ、思ったっちゃけど一つ聞いていい？あのさ、東京のお店って、いや、でも今日だけかな、お箸とかスプーンくれないんですか？ちょっと恥ずかしくてさ、今日危険くて、フォークありますかとか聞けんくてさ。でもさ、コンビニはくれるやん、スーパー。
もうちょい寝かせてから食べたら、ねえ、もうちょい寝かせてからサナも食べたい。うん、でも今日これ食べようと思って、配信でね。うん、イベント頑張ろう。皆さん星投げカウントお願いします。自分で取るタイプのスーパーもある。あ、そんなことないっちゃ。自分で取るタイプでもなかったというね。なかったというね。うん、スーパーで売り場になかった。何も言わなければってことは言ったらくれた。なんかさ、お金取られちゃうかなと思って聞かんやった。なんか恥ずかしくて、うん、レジの脇入っちろんやった、おいちろんやったという、うん、何食べてんの。柿、次郎柿、うん、愛媛の柿だって。あ、間違えた、ごめんなさい。愛知超嘘ね。何も言わないとくれない、言えばよかった。でも東京のスーパーって忙しそうだもんな、みんな。うん、うんうんうん、脱プラスチックね。地元ではお箸は何銭お付けしましょうか、スプーンはありますかとか言われます。アイスにスプーンお付けしますか、必ず聞かれるので不思議な気持ちでした今日。うん、家は無料でもらえたんですか、悲しい。セルフレンジ使いますよ。アイスもくれる。7個入ってます、カキ。7カット。7カットで 795g なんですね。そう、アイスとかくれるやろ？みんなのとかくれん？カキ食べにづらい。柿を自分で買ったの初めて、うん、いっぱいあるもん。美味しい。今年初柿。ん？もうさ、柿の季節終わったじゃない？うん、サーモンもちょっと熟したぐらい好き。優しい学生さんね。
ゆうきさん、はじめまして。宮崎県代表のうえみさらのです。熟した柿美味しいよね。T シャツ描くのめっちゃ難しかったよ、サイン。めっちゃ難しかった。スーパーで50銭入り100円で売ってるよって。あ、お箸ね。確かに。でもお箸ってなんかもらえるイメージだから、なんか買うイメージがないわね。柿ってさ、このさ、これが多いのが甘いっちゃろね。あ、皆さん今見に来られた方、なんで手なのって思いますよね。さあの、今箸もフォークももらえなくて何もないので手で食べてます。Tシャツにサインって何ですか？あ、生誕グッズのね、特典です。本当？フルーツだから気にならない？びっくりした！めっちゃびっくりした。すっごいひどい顔してたよね。めっちゃびっくりした。全然セーフだった。全然セーフ。よかった。これ一口大きいもんだって。
なあ、大変だった。柿とトマト一緒に食べるとリコピンめっちゃ摂取できるって。え、柿にもリコピン入っちゃった？明日柿買って食べようかなって。ぜひ。やっと食べ終わりました。ちょっとかわいすぎるなって。もっといっぱい口に入れて笑わせてやって長かったね。あと3つあるけど、ちょっと一旦休憩して喋ろう。牡蠣嫌い？うん、牡蠣めっちゃ美味しいのに。なんで嫌いな人多いっちゃうのね。分からん。牡蠣美味しいよ。リスとかハムスターのほっぺの袋は、え、頬袋というまんまの名前。むしろ柿なんてリコピンの宝庫で、え、そうやっちゃう。へー、すごい。ビワ食べたことないかもしれない。ビワってオレンジ？ビワ、ビワってなんやっけ。ビワ、ビワ、ビワ、ビワって何？金柑の仲間とか違う。明日になったらもう少し柔らかくなって美味しいかも。いや、明日食べたいねこれ。確かに。まあ、サランは今日食べますこれ。うん、口が疲れた。果物の中で好きなのはマンゴーかなって嬉しい。マンゴー、マンゴー、何番積んでゆこ。フルーツ食べたくなってきたーって。フルーツね、たまに食べたい。たまにじゃないな、サノンはフルーツめっちゃ食べたくなる。お口の運動、そうしました。あと3つ。よし、トントントン、食べよう、食べるぞー。土を掘り返すぐらいザックザックの音してたもんね。ほんとだよ、土をね。確かに、なんか一番うまそうなのは、あの、ちょっと後でにしよう。どれが甘いかな、どれが甘いかな。うん、これ一口でいけるっていうのはいけんかな。これ無理？一口、これ一口無理かな。歯が折れんか心配。確かに折れそう。フルーツいっぱい入ったヨーグルト美味しいね。いく？これ一口で。待って、これ滑るんだよね本当に。あ、こっちからないけるかも。細いっけ。行ってみよう。無理。
食べたー。お待たせ。リスにも見えてきたって。サナが、サナが法隆寺行ったことあるって。法隆寺ってさ、京都？京都だったらあるわ。なんか法隆寺の名前聞いたことあるわ。あるかもわかんない。それ京都じゃなかったらサナの感じがいいですね。1分20秒？そんなに？書き1個でそんなにかかる？奈良。あ、奈良？あると思う。待って待って。じゃあ当時は？当時は？多分法隆寺あるかもしんない。わかんない。あるかも。なんて、五重の塔あるとか、どこ？東寺？法隆寺？どこだ？まだ食べちゃらんよ。あと2つある。愛知県産の次郎柿あったから買ったって。嬉しい。なんか思ったより甘めではない。これ熟したら甘くなるじゃないって感じ。柿ってコンビニでも売ってるって。そうなの。スーパーで買った。コンビニはなんかリンゴとかパイナップルのイメージあるかも。シャインマスカットとか最近売ってるわね。めっちゃ高いけど。ででで、よし、次の柿を食べようかな。行ってみよう。待って、大きいこの柿。ちょっと待って、大きいわこれは。大きいからどっちから食べようかな。じゃあちっちゃい柿から。いちごが大好き。美味しいよね。サノスーパーで何コーナーが好き？スーパー？スーパーはアイスコーナー。小さいのから食べますね。いただきます。滑っちゃうんだよな。食べれないじゃん。待って、噛めない。噛めないんだけど。待って。
まあ飲めた。うん、食べた。長い？何分だった？こんばんは。皆さん、星ナゲットカウントよろしくお願いします。あのは柿を食べてます。柿切ってきた？お揃いじゃん。なんか虫みたい。柿がお家にある方は柿を切ってサーモンと一緒に食べてください。サーモンはあと1個ですが、美味しいよね柿って。秋にしか食べれないし。うん、また何時だ次は。9時半。9時半だ。まだあと1個ある。最後が一番大きいから、これはさすがに分割して食べますね。まだあと1個あるんです。うん、お腹いっぱいになってきた。かきさん、9時半にまた来るねって、ありがとう。最後一番大きい、なんか蜜みたいなのある。うん、誰かいる人、柿いる人。なんかあまり甘さがない、思ってたより。うん、上品な味なのかな、これの方が。わかんない。大きいのはこれは一口でいけません。で、いる？あげるあげるっていらない、拒否られちゃった。サラダにも合いそう。え、柿が？え、待って、柿なんかのサラダにさ、なんかのサラダにね、給食にね入っちゃった。そういえば
大根みたいな感じな、なんか薄く切られて入っちゃった気がする。うん、今日の朝部活寝坊して先輩からの電話で起きたって焦る。よかった間に合って。うん、何部？トガチンさん、お花ありがとう。みんなギフトもありがとうございます。何部だろう、待ってる、目が。うん、柿の酢の物は好きかもって。あ、やっぱある、そういう料理。あ、やっぱあるっちゃ。それかな、なんかね、あ、そう、酢系もうなんか、なんと入っちゃったかな、給食で出よったというね、めっちゃたまに1年にね、1回ぐらいかな。あ、そりゃそうよね、柿って秋やもんね。柿、うん、待って、目が痛い。うん、間に合いませんでしたって。部活開始時間に起きたって。部活開始時間、何部？何部？柿の酢の物食べたって。柿の酢の物すごい、身近におった、すごい。それでは最後の一個いきたいと思います。甘いかな、これは甘いのでしょうか。見て、めっちゃ大きくない？めっちゃ大きくない？いただきます。食べるの大変ですね、硬いと。そういうの何部だったの？どういうこと？あ、何部だったのね、何部だったのってことね。テニスかっこいいな。そういうのは帰宅部で生徒会してました。
そう、生徒会。もし学生時代に戻れるなら何部に入りたいとかありますか？サーノン、でも最初ね、サーノンがね、あれでしたよ。最初陸上部に入りたくて、でもね、何個かありましてね、入りたいやつ。今だったらバドミントンとか、なんやろな、マネージャーとか行ってみたいかな。ゆきえちゃん、やおー、久しぶり。雰囲気大人っぽい。ほんと嬉しい。みんな食べ終わったよ。せーの、せーの、せーの、ごちそうさまでした。バド部、そう、バドミントンやりたいな。ね、マネージャーしたい。マネージャーしたい。なんかマネージャー憧れません？サッカーとか野球とかさ、憧れん？マネージャー、マネージャーしてみんなと同じようなユニフォームを着て応援したい、かな。でも自分がやる側、プレイする側なら、バドミントンとか。テーブルテニス、テーブルテニスってテニスとなんか違うんですか？はちみつマンゴー作るって。はちみつマンゴー絶対美味しい。それはサッカー部のマネージャー、バスケ一緒にやろう。バスケさ、好きやけど、普通に好きだし、見てるのめっちゃかっこいいけど、女の子も男の子も。でもなんか自分がするってなったらさ、楽しさはあるけどさ、なんかめっちゃ突き指しそう。ボール苦手やから。バスケは好きでもね、もともとボール、ドッジボールとかボールあんまり好きじゃないから。バスケのボールめっちゃ硬いやん。そう、突き指しそうなイメージ。なんかね、ダンス部にいそう。そういうイメージ。何部にいそう？みんな野球部のマネージャーになって、あ、そう、甲子園行きたい。わかる、甲子園行きたいね。実際バスケ部の女の子さ、突き指しちゃったりしたからさ、かわいそうでさ、絶対痛いやろなって。あんなに硬いんやもんね。どれぐらい早く家に帰る？そうそうそう、帰宅部はね、そうよ、1分1秒は遅いますから。野球部の、何、野球部の彼氏、シアの彼女、そういうカップルいるんや。チアリーダー、そっか、チアリーダーがあるとこもあるんですね。タッチ？あれ？タッチってそうだっけ？わかんない。
サーモン何部に見える？みんな何部に見える？学級委員とか入ってたのって、あ、そう、学級委員は入っちゃらんな。学級委員よりね、学級委員とね生徒会別だったんですよね。その生徒会だしでした、サーモンは。うん、中学帰宅部だったけど体育祭では帰宅部が、そっか。テニス部、テニス部に見える、生徒会に見える、帰宅部テニス部に見えるっちゃ。そのテニスできんよ、玉取りになっちゃう、ね、うん、ボール取る係。帰宅部に見える風紀委員会めっちゃ面白い、リアルすぎるやろ。あ、卓球、テーブルテニスって卓球、そっか。サーの料理部でお菓子作ってつまみ食いしてそう、どんなイメージよ。生徒会は学校全体のことやらなきゃだから大変そう。おー、確かに中学生の頃にやってたよ。でもね、やってみると意外と自由自在にいろんなことができちゃうから大変だけど楽しかった。うん、そう、確かに毎日、ほぼ毎日ぐらいにあの放送で生徒会役員は今日の昼休み生徒会室に集まってくださいみたいな放送がさ、給食で流れて、あのほぼ毎日集められてやってましたね。でもね、めっちゃ遊んでたな、めっちゃ遊びよったな。得意な科目？得意な科目は体育体育、あ、でもなんかね、得意っていうよりはなんか好きか嫌いかだったな。なんかそうね、何が好きやったちろ、あ、でも音楽とか、体育とかそっち系が好きだったな。あ、英語とか好きだった。英語はね、できるってより好きやったね。なんか全然できんけど英語は、そう、喋れんけどね、楽しかった。英語の先生って大体面白いやん。生徒会室で暴れてたの全然暴れちらんけど、めっちゃ遊んでました。めっちゃ遊んでたっていうか、あの女の子はめっちゃおしゃべりして、男の子はもうなんかね、野球みたいなやってましたよ。なんか段ボールじゃない、新聞紙で、そう、なんかやってたな。で、先生来たらちゃんと座って話聞いて活動するみたいな。なんて言ってお水渡してくれるって、お疲れ様やろ。英語なんて好きな学生いるんやって、楽しいやん英語。そう、遊び場、そう、遊び場。英語は全然できんよ、全然喋れんけどさ、なんかさ、ワクワクするやん、なんか喋りたいから、喋れるようになりたいから、なれなかったけど、そう、だから好きでした。でもなんか全然わかんないからさ、ムズムズしちゃうよね。
そう、宮崎弁が一番可愛い方言やねって。嬉しい、やった。お疲れ様って終わったら一緒に帰ろうって、アオハルかよってめっちゃ面白いね。日本語喋れれば十分。日本語ってだって3番目ぐらいに難しいっちゃろ。一番難しいのってどこの国やっちゃろ。でもさ、スペイン語とか普通に難しそう、うん、ね、英語喋れたらかっこいいよ。なんかさ、喋れたらかっこいいよ。海外とか、まあ行く機会ないけど、行ってなんちゃらなんちゃらなんちゃら喋るとさ、かっこよくない？普通にかっこいいよね。カズ兄さん、ありがとう。3日の話かありがとうねって、ゆうちゃんありがとう。おととい？もうおとといになっちゃうんやね。そっか。フランス語？あ、フランス語が一番？英語得意だとスペイン語勉強するの少し楽。なんで？全然違うよね、でも。関西弁かわいい。うん。でもなんか、きつく聞こえたりする。うん。普段はかわいいと思うけど。ああ、勉強はね、確かに。クラスの女子数人に足が速い認知されてたのに、地味に嬉しかったって。やっぱそういうのって嬉しいっちゃう。確かに、なんか体育祭の日とか、体育祭の時とかめっちゃなんか頼りにされるよね、そういう子って。そのなんか持久走が速いって思われてたわ、みんなに。うん。海外行ったら大体喋れる？すごっ。何語喋れると？すごすぎん？すごすぎん？それ聞き取れるってことよね、相手の言葉も。うん。俺はアメリカ人の彼女ができたら英語話せるようになれる自信あるかもって。いや、そのアメリカ人の方もさ、日本語ペラペラやったら英語喋らんかもよ。足早い子人気あった。あ、足早い子、いや、足早い子人気あるかもね、確かに。あ、そういう風潮あるんやろか。確かに人気あったかも。大学生の頃フランス語取ったけど最初から難しくて苦戦していた記憶がありますって。難しそう、フランス語。フランス語ってさ、ボンジューとか、難しいね。ロシア語はレベチにむずいらしいって。ロシア語わかんないもん。漢字だと、体語、タイ語、タイ？なんやっけそれ。ボディーランゲージね、そっちなんだ、言葉かと思ったよ。ボディーランゲージならさ、できる、きっと。だいたい欲しいものはさ、なんか体で説明して最後プリーズつければくれそうじゃない？そのもそれならいけるわ。うん。プリーズ。わかんない。さすがにわかんない。
ドリンクプリーズ。だいたいプリーズつければお店ではいけそう。それではそれアメリカ人の彼女が日本語ペラペラって無理やわって、そんな意地悪なこと言わないのってめっちゃおもろい。よし、じゃあランキング読んでいきたいと思います。楽しいね。10位は古川さん、12位はギャルサットマーク、ナナレンジャーさん、11位はピンクのクマさん、10位はリンリンさん、9位はヒデトさん、8位はトカチンさん、7位はヒデリンゴさん、6位はコイチさん、5位は怪盗1412号さん、4位はドマさん、3位はカズニさん、2位はリボンさん、1位はヤス1983さんでした。ありがとうございます。はい、というわけで皆さん今日も見てくださってありがとうございましたとか言ったけど、はい、9時半からまたやりますので、9時半にまた会いに来てくれたら嬉しいなって思ってます。星をパンパンにして、星を満タンにして、うん、待っててください。それではありがとうございました。あと2分かな、まだ時間あるかも、まだ時間あるかもしれない。じゃんけんしとく、パンパンにしといてね、お星様。せーの、せーの、空のじゃんけん、じゃんけんぽい。そのはグーを出しました。ありがとうございます。ああ、今29分か、じゃあまだ時間ありますね。そのは英語話せますか？ノー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 、喋れません。1000ぐらい貯めれないかなって。お星さんもそんな貯めれるっちゃ。皆さんよろしくお願いします。でも1000ってめっちゃ打つの大変ね。みんなありがとう、お手手疲れてるだろうに。そのために星いっぱい、数字いっぱい打ってくれてありがとうございます。皆さん次もよろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。それではもうすぐかな。ありがとうございました。それではもう寝る方いたりするかな。おやすみなさい。起きてるよって方はぜひお星様を集めて、9時半に会いに来てくれたら嬉しいです。それではまたね。ありがとう。